ちは、ドラゴン遅いです。はい、形成外科専門の山本です。今日は何ですかね。YouTube 上でバッカルバット絶対するなみたいな動画があって、それを見つつ今回どういったものなのかを解説してもらいたいなと思いまして。このジジイっすか。またこいつかよ。こいつやべえんだよなマジで。毎度おなじみのね、50代とかね、60代、まあ美容外科になってくるじゃないですか。湧いちゃってるというかね、ほんと残念な限りです先生。まずね、いやお前できねえじゃんっていう話で、うんうんうん、あとはフェイスリフトができるんですかと、ろくな骨を取って微中毒炎症はできるんですかと、できないんだったら喋んなマジで。あ、お前マジ口つぐんだけザコ。あ、お疲れ、もう引退しろ早く。血を聞いたことを言わないと YouTube はねやっぱ伸びない。手術のレパートリーお前少なすぎな。もうちょっとな、勉強しろよ。あと20年ぐらい、あ、頑張れっていうね、俺は思っちゃいますよ普通に。バッカルファットをまあ取る取らないとか以前に、バッカルファット周囲を扱えてないのであればバッカルファットについて喋る権限がないっていうね、ほんとそっからだと思うんですけど、どうですか佐藤先生。正しい部分もまあ一部はあるというか、まあバッカルファットを取ることが常にいいわけじゃないっていうか、適応慎重にならないといけないし、結構取らない方がいい人が結構いるっていうのはまあ事実になっちゃうかなというふうに思います。意外とバッカルファットってほっぺって認識されてるんですけど、頬骨の部分の上のいわゆる側頭部っていうところからここまでこの脂肪っていうのは繋がっていて、お顔全体のふっくらした感じっていうのには非常に重要な脂肪です。加齢とともに確かになくなってくる脂肪ではあるので、この脂肪を取ること自体がお顔をちょっと老けた感じにさせてしまったりとか、ちょっと変なへこみを作っちゃったりとかするっていうのはこれはもう事実だと思います。バッカルファットの中には耳下腺管っていう大事な器官も入ってますので、まあちゃんと解剖分かってない人がそれ取ったりとかすると、まあ思わぬ合併症を起こすことっていうのはあると思います。まあ実際やっぱりそのバッカルファットをやみくもに取っちゃってる人がいるのも事実で、大手さんとかの若手とかだと結構簡単なんですよね。センスがある人だったら片側本当に5分10分ぐらいで取れるんで、親知らずに似た腫れで小顔効果が出るから、実際適用がめっちゃ良ければこれってすごいいいことなんですね。平均値よりもともと生まれ持った量が多い人が平均値まで減らす分には全然問題がないんですけど、例えばやっちゃいけないのが、もともと平均ぐらいの人をがっつり取ってしまうとか、多くある人を平均以下にしてしまうっていうのはこれは良くないことですよね、うん、当たり前ですけど、うんうん、でそれはどっちかっていうと O ではなくて、まあ、平面でもなくてへこむ方向ですね、 O 方向に行っちゃうのであんまり良くないとは思います。だからちゃんと必要量だったりとか、この人はバッカルファットの適用があるよっていうのをちゃんと見抜ければいいと思うんですけどね。今日その適用を見抜けるかどうかって、輪郭の他の手術が全部できて初めて見抜けると思うんですよね。ただただバッカルファットが取れます取れませんっていう技術のレベルじゃなくて、この人は本当に例えばディープレイのフェイスリフトをやることによって小顔になるのか、それが適用なのか、あるいは輪郭3点が適用になるのか、はたまたルフォーが適用になるのかっていうのを全部見極められた上で、はいバッカルファットですっていう判断になるわけですね。バッカルファットしかできないのに、できるできないで適用判断するレベルじゃ話にならないわけですよ。つまり大手美容外科に入りたての1年目2年目が判断できるような内容じゃないわけですね。もしかしたらこの先生はそういう人たちに対して警鐘を鳴らしてくれてるのかもしれないですね、かもしれないですね、僕分かってないんだったらやるなよってことかもしれない。ご自身も分かってないから、できないよみたいな、いやとは言ってないですけど、まあそういうことをね、おっしゃってるのかもしれないですね。警鐘を鳴らしてくださってる、そんな人格者だったんですか、実はかもしれないです、なるほど、はい、羽村もできないからやるなみたいな。羽村って言ったらね、ちょっと誰か特定されちゃうんで、分かんないですけどね、あんまり言わない方がいいんじゃないですか。アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく、お待ちしております。例えばですよ、僕がルフォーとか SSRO を、まあ、4年間ぐらい毎週毎週やるように見させたりとか一緒に入るなる前は、ルフォーなんてやめた方がいいってやみくもに言ってたんですよ、だって分かんないから怖いし、それしダウンタイムもすごいし、なんなら麻痺とか出るとか、なんかなんならやったらブサイクになったとかいう人も聞いてたから、そういうのちょっといやいやさすがに小突き特にルフォーはやめた方がいいって、人生ほんと変わっちゃうよみたいな感じで言ってたんですけど、自分がやっぱやったり見たり要は学ぶようになって、あ、適応を選べばこれ本当に素晴らしい手術だし、逆にこれじゃないと改善できないものがあるっていう風に学んでいくわけですよね。そうやってその3年の最初と最後で全然そのルフォーに対する見方が変わってるわけですよ。ルフォーっていえばまあ美容の中で最高レベルの施術ですけど、この人たちのレベルだとバッカルとかウラハムラもそのレベルにあるわけですよね。かもしれないです、ね、そうですよね、やったことないから否定するとか、そういう人もいますよね。まあそうですね、あとはまあ単純に自分ができない手術が流行ってると、お願いしますって言われてできませんって言ってると、まあ自分とかのお客さん減っちゃいます
ますからね。その要はいろんなポジショントークの自分の立ち位置があって言ってるのもあるし、まあ何なら YouTube バズらせるために言ってる、まあ宣伝ですよね、のもありますよね。だからそのバッカルファットをまあ闇雲に否定する理由っていうのは、その先生が否定できるような力量を僕らは持ってるとは思わないですよね。誰が言うのかっていうのをすごい大事にしてほしいんですけど、みんなからしたらやっぱり白衣を着て美容外科医ですって言ってるおっさんが言ったら正しいように感じちゃうんですよね。けどなことないですよ。そんなことはないですね。全くない。そうなってますからね。誰でもなれますからね、美容外科医は。極端な話言ってれば。実際サトルンはそのバッカルファットの施術はたまにやるんですか？やることもありますね。まあそんなにだから誰でもかんでもやるわけじゃないですけども、輪郭のご相談に来られて明らかにお顔の正面から見た時のアウトラインが骨のラインじゃなくて、もう少し前側のこの辺の膨らんだ感じが一番そのお顔の中で要素になっている時には、ね、まあ立体的に見た時に一番どこが減らしたら綺麗になるかって考えた時にここである方っていうのはいらっしゃいます。だからコツ切りに来てバッカルファットを勧めることもあるし、コツ切りとバッカルファットをちょっと一緒にやりましょうかっていうことも実際にはあります。ただ数はもちろん多くないです。頬骨とこのね下顎のラインよりも外にはみ出てるっていうことは、骨よりも外側に何かがまあせり出しているような状況ですからね。まあサトルみたいにね、むしろこけてるタイプとは違って一応膨らませたような、要するにカレーパンマンみたいな感じですよね、みたいな人っていうのはバッカルファットの適用がまああると、あるというかはみ出てる部分だけ取る適用があるんですね。それをバッカルファットを全部取るとか、全部取ってこけさせるとか、バッカルファットを取ることの、まあ、その分量だったりとか適用とかを、まあ、全部ね一直端にバッカルファットダメっていうのはおかしくて、減量ですかね、バッカルファットに関してはね。そうですね。であと SNS 映えみたいな話になった時に、脂肪を取ってこう並べるとはすごいみたいな TikTok とかでバズったりとかしますけど、はいはい、バッカルファットもなんかこうちっちゃい傷から脂肪がドゥル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 って出てきてたくさん取れると、こんなちっちゃい傷からこんなたくさん取れてこの段階の少ないんだすごいみたいになりがちなんですけど、実際実際に僕らがやるときっていうのは取る量は多分みんなが思ってるだいぶ少ないと思います。控えめぐらいにしとかないと他は老けちゃったりとかすることもあるので、 SNS の功罪でもあるのかなと思いますね。僕らがじゃあ例えばまあ SNS とかで脂肪を取られすぎちゃって目がへこんじゃって困ってらっしゃるからといって、僕らがダッシュ 100% ダメなんて話は言わないんですよね。別にダッシュだって敵を選べばいい手術だし、僕ら別にハムラ前例ハムラでやったらいいとも思ってないですし、まあ SNS とかのせいで良くなかったケースを取り上げて、まあこれが良くないよ、 100% 良くないよって言い切るのはなかなか難しいですよね。そうですね。佐々木先生とかフェイスリフトとかやってますけど、やっぱりオプションでバッカルファット吊り上げってのをよくやりますよね。胸骨球の下から出てくるバッカルファットがどうしてもこういう風に、まあ要は落ちちゃってる、サギングしちゃってる場合があって、特に60代70代の方ってブルドッグみたいなお顔立ちになってる方いらっしゃいますけど、たるみの中に要は具としてバッカルファットが含まれてる方結構多いですよね。じゃあ佐々木先生はねフェイスリフトとしてのバッカルファットの吊り上げみたいなちょっとレベル高いこともされてたりとかするので、お顔をどう診断してどういう風な治療をするかってことになるので、一元的にダメージじゃないです、ね、そうですよね。だからチャチャ先生とかは要は取らないで、むしろそのボリュームをこっちの頬ごけの方に移動することによってボリュームをうまく、要するに透析変形で膨らみからへこみへと移動させてるわけですよね、まあ裏ハムラみたいなもんなんですけど、そういったことをお前はできるのかおいなあ、お前はフェイスリフトをしてこっから見える、中から見えるバッカルファットを胸骨球の下に移動できるのか、このボケナス。ジジイに向かってこんな説教垂れる時代になるとは思わなかったですよ、本当にね。そういうこともできないでバッカルファットを取るのがうんぬってまず発言できる、この恥知らずなところが好きだよ、好きだ言っちゃう、本当にわかる。YouTube やらないといけないっていう気持ちもわかる。いっか、そういう人もいるのもいいですよね。まあね、一つの話題をね、提供してくださってありがとうございます。ロジックとしてバッカルファットを年齢とともに痩せるもんだから取ったら老けるよとか、それを取ることは良くないっていうロジックが一個言われてるんですけど、でもそれに出したらまさに骨切りなんて絶対やっちゃダメで、年齢とともに骨ってちっちゃくなっていくんですよ。だからおじいちゃんおばあちゃんってみんな顔ちっちゃいですよね。で、顔を小さくする行為、顔の骨を削ったり切ったりして小さくする行為は老化させてるのと一緒だからやるべきじゃないって言われたら、それがじゃあロジックとして正しいかって言われると、まあある面では正しいんですけど、巷に骨切りをやってすごく満足されてたり、お顔がちっちゃくなってすごい可愛くなったり綺麗になったりかっこよくなったりしてる人っていうのはいるわけで、骨をちっちゃくしたら年取ったのと同じことだよとか、イコールその施術が適用ある人が一人もいないってことには全然ならなくって、もともとちょっとオーバーにある人から人並みに減らすとか、あるいはちょっとその人が可愛い好きっていう状態にまで持っていくっていうことが、まあまさに美容外科なので、そもそもほとんどの一人の人が多分70
70歳ぐらいだったらみんな二重になるんで、そうそうそう、だったらそれ二重やる意味ないじゃんって、いやいやそういう問題じゃねえだろって、あと将来的に二重になるのに今10代で二重にするんですか、何歳ぐらいに二重になるんですか、もう70歳ぐらいですねみたいな、いや意味ねえだろってなりますよね。だからバッカルファットを取るのも当たり前ですけど、今顔が丸いのが嫌でコンプレックスだから取ってるわけであって、将来こけますよってそんなことは話してないんですよね。別にバッカルファット取ってない人でもみんなこけてますからね。だから実際そのバッカルファットを取ってない人でも頬こけには将来的に悩む可能性は十分あるし、実際やっぱ将来こけたらみんな額やこめかみ頬こけみんな脂肪注入するわけじゃないですか。今あなたがこう20代例えば前半で顔が丸くてみんなからアンパンマンって言われる、それが嫌なんだったらばまずそれを解消しないと、そのね30年後にどうなるかっていうところは大事じゃないし、なんなら30年後に地球があるかどうかも誰もわかんないですからね、はい、なのでもう全員爆発してね、あのなんかもうね宇宙の木図になってるかもしれないなってですね、そんな時のことを考えてどうするんじゃっていうね、確実に将来的に例えば後遺症が残るような施術っていうのは絶対お勧めしないですけども、平均に近づけるような施術っていうのは問題ないはずですよね。ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。